モーリッツン・ザクセン・アルテンブルクは、ドイツのザクセン・アルテンブルク家の講子。全名は、モーリッツ、フランツ・フリードリヒ・コンスタンティン・アレクサンダー・ハインリヒ、アウグスト・カール・アルブレヒト。ザクセン・アルテンブルク公・ゲオルクとその妻で、メクレンブルク・シュベリーン対抗聖子フリードリヒ・ルート・ビヒの娘であるマリーの間のなんとして、チューリンゲンのアイゼンベルクに生まれた。 イエーナとドレスデンで教育を受けた後、最初はバイエルン軍に、ついで1851年に、プロイセン軍に入隊した。プロイセン軍では、この絵表記兵連隊所属の将位から軍歴を始め、最終的に、騎兵大将となった。東方歴史、考古研究団体の会長も務め、アルテンブルクに設立された、博物館は、モーリッツの名前にちなんで、 マウリティアヌムと呼ばれた。1857年に軍務に専念するため、会長職を辞した後も、ボン大学で研究を続けた。不仏戦争では、騎士のアルテンブルク公爵夫人アグネスと共に、ドイツ赤十字社の活動を支援し、後に赤十字社のアルテンブルク支部の名誉支部長となった。1862年10月15日に、毎人間において、 ザクセンイコールマイ人間校、ベルンハルト2世の娘アウグステと結婚し、一男4女の5人の子供を設けた。男子のない兄エルンスと一世の後継者に指名された。ものの、兄より先に、トレントのある子で亡くなった。ありがとうございます。